はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ4時半ですね。まったりとした日曜日の午後でございまして、gg.com でですね、昨日の記事、4月3日の14時16分といいますから、まあ1日以上前の記事で、こんなんございます。菅首相訪米、焦点に人権浮上、慎重姿勢に内外から圧力という、まあ地味なニュースでしょう。地味なニュースなんですけど、中身は割合で重要でして読みますとですね、16日に行われる日米首脳会談で人権外交が焦点の一つに浮上している。バイデン米政権は中国による香港や新疆ウイグル自治区での人権侵害に制裁を主導、欧州などが足並みを揃えた。日本でも与野党から人権問題により積極的に取り組むよう求める声が高まっており、菅義偉首相は対応を迫られていると。まあ以下いろいろ書いてあるんですけど、要は菅さん訪米します。15日から18日訪米して、16日に日米首脳会談ということを行われます。で、そこでですね、もう何を話し合うかっていうのは、もう事前にですね、外務省と国務省がお膳立てをしてですね、もうそれの何て言いますかね、大体決まってるセレモニーみたいになるんですね、やっぱり首脳会談というのは、日米の場合はね。で、ただしですね、そこでその共同声明みたいなことを、共同記者会見か記者発表かなんか、分かる形は分かりませんけども、共同宣言みたいなことを出す内容がですね、アメリカとしてはですね、中国の人権問題に対するこうですね、前哨というか、まあ解決を求める強い口調の言葉を盛り込みたいわけなんです。で、これに日本も同調したとなったらですね、日本、アメリカ、ヨーロッパがこぞってですね、中国の人権問題に対してですね、強い懸念を表明してですね、前哨を求めるということになるわけですね。世界の足並みが揃う、自由主義国の足並みが揃うということになります。で、菅さんはこれに応じるかどうかっていうのは、まあまあ応じざるを得ないでしょうね。ただし、中国という国はそういうことをするとすぐに嫌がらせをするところがございます。嫌がらせはされたくないと思うわけですね。その日本企業、進出する日本企業に対して意地悪をするとかですね、輸入品の検査を遅らせるとかですね、まあそういうことをするんでしょうけども、まあ、今回特定の企業をターゲットしにくいという事情はありましょうけども、まあまあね、どういう意地悪をするかは別に分かりませんからね。尖閣諸島でもちょっと、もっと派手めに領海侵犯をやるとかですね、まあそういうことは十分考えられますし、九州の西の方に飛行機をいっぱい飛ばすとかですね、沖縄方面に飛行機いっぱい飛ばすとか、まあそれくらいのことはやるでしょうね。ミサイル撃ち込むとか、まあその程度であればいいんですけどね。で、菅さんとしてはだから、口先ではですね、アメリカの人権外交、中国に対するウイグル問題非難に同調はするでしょうけども、強い口調の宣言みたいなものは乗りたくないっていうのが本音だと思います。さっき言ったような理由ですね。で、これがまあ安倍さんだったら乗ってるかも分かりませんねというか、菅さんは別にその人権問題に関心があるとは思えないわけです。で、ただ今これほど世界でですね、中国の新疆ウイグル地区についてのですね、いろんな報道が出てきてですね、イギリスなんかはかなりそれに対して強い口調で非難をしているわけでして、それに対して日本だけがですね、いやそれは知りませんというわけにいかないんで、いや愉快なお隣さんは知りませんと言ってますよほとんど口にしないですね、人権問題は。で、日本はまあするんでしょうけども、どの程度かと。あんまり強い言葉には乗りたくないというのが日本政府のこう、なんていうか、まあ本音でしょうね。なぜかと言いますと、やっぱりそうやって意地悪されるのもありますけども、日本は昔中国とこう戦争してた時期がございましてですね、その時にいろんな悪いことをしたということにされています。
日本がそんなこと言える立場かとかってそういうふうにそういう非難のされ方をするわけですね。それが別にですね、もう昔のね80年も前のことなんでね、それを今更言われてもみたいなことあるんですけど、だから向こうはそれをネタにしますから、歴史戦というんですけど、歴史をネタにですね他国に対してですねこういろんなことを迫るというの大好きなんですね、中国という国は。お隣さんもそうですけどね、もうないことないことをあげつらって迫ってきますけど、そういったこともあってですね、ああ面倒くさということになりまして、ドイツも同じような立場にあってですね、あんまりですね他人の国の人権問題に対してドイツが強い口調で非難するということはほとんどないですね。まあ同じようなもんでございます。で、しかしこれに乗っておかないとね、日本は仲間ちゃうやんというふうにアメリカやイギリスにいやフランスに思われるのは嫌でしょう。だからまあ最低限は乗るんでしょうね、でまた日本が非難されるんでしょうね、中国からね。ちょっとそこがね一番この双方の見解が異なるところでございます。アメリカからするとですね、それはキャン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 言わなあかんわけなんですよ。で中国からするとそれは内政問題やっていうようなんですね。内政不干渉の原則っていうのがございまして、他人の国の政治にあれこれ他の国がくちばしを挟まないというのがございまして、これはまあ国際社会の原則なんですけど、中国という国はですね、都合のいい時だけこの国際社会の原則をいろいろ出してくるわけですね。で都合のが悪くなるとあれですね、なんかそういうことは別に引っ込めるわけですけども、まあまあご都合主義なんですけど、人権問題っていうのは普遍性があるというふうに考えられています。それは要は国境を越えると、要は他人の国で人権侵害が行われてたら、それは是正するように求めるのは当たり前のことであって、内政干渉には当たらないというのが、まあ、今の国際社会の常識でございます。だから北朝鮮でいろんな人権問題が発生しているということに関しては、他国から非難ゴーゴーと浴びていますし、それに対する制裁というのが行われています。で今回アメリカはですね、新疆ウイグル地区あるいはチベット、モンゴル、内モンゴル等のあるいは香港の問題についてですね、中国に対して制裁を科しております。まあ僕に言わせたら形だけですね、緩やかな制裁ですね。それに関連した人をアメリカに入れないとか、その人のアメリカ国内の資産を凍結するとか、そういうことでございまして、やられてる人は大変ですよせっかく一生懸命お金稼いでもお金儲けて銭作ってですね、アメリカに持ってって銀行に預けてあるのになんでそれ使えへんねんって、もう、まあ、多分一生使えないでしょうね、これね。それが解除されるっていうのは人権問題が解決するときですけど、それは共産党のようなが通過にありえないことですから、解除されないでしょうね。だからその人たまらんですけど、まあ国としては兵でもないわけですね、ああいう大きな国ですから。ですんで、まあ形の上だけ制裁を課しているわけなんですけども、今後ですね、このねウイグル問題が解決に向かうっていうことはほぼ考えにくいわけですよ。要は中国政府が方針を変えるっていうことはありえないでしょうし、で情報はどん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 いろんな方面から出てくるでしょうし、中身が分かれば分かるほど中国は非難される立場に陥るでしょうし、でこういうのって一回燃え盛ってしまうとね、情報がある程度出てますでしょ。だなんていう、うやむやにしにくくなるんですよ。なぜそのアメリカや日本やヨーロッパにはですね、その人権擁護団体みたいなのがウンアンサーかとあって、ね、これは市民団体でしてですね、政府の正義は聞かないわけなんですね。で中国であればね、反日運動とかってやってもですね、政府はやめとけって言ったら入ってやめるわけですけど、自由主義世界ではですね、そういう市民運動は政府のコントロール下にないということでして、一旦それが出てきしまってですね、活動を続けるとなるとですね、大義名分もあるわけですよ、人権問題という。でそれに対する寄付も集まるわけです。あかわいそうにというみたいな同情が集まりますから、そこに寄付が集まって彼らの運動を支えていくというなると、これはその運動がねしぼむということはねちょっと考えにくいわけですね、今の状況を見ていると。で世界中に散らばっていますから、ウイグル人というのは。でそのうちですね、ウイグルのなんとか団体がですね、ノーベル平和賞でももらおうもんならもう大変ですよもうそれは大変で、まあ、それはね道義的に考えればいいことだと思うんですよ、
でもその中国が反発してですね、まあ、何をやらかしてくるやろうということを考えるとですね、かなり大変な事態ですけど、だから今後ね、アメリカバイデン政権になって、彼はパンダハガーですからね、ちょっとは融和的にやるんかなと思ったら、どうもそれが国内事情においてですね、彼の政権基盤である民主党というあのリベラル政党の基盤からとりわけ強い非難が出てるわけであって、ちょっとだからそれを無視してですね、バイデンさんが勝手に中国と握るということはできないなという状況で、そこに今回日本もアメリカに同調せよというふうになっていくわけであって、それは道義的には同調すべきですよ全然すべきだと思うし、強く言ってもいいとは思うんですけども、立場的には弱いな。なんで菅さんはそういう発想は一切ない人ですから、本来人ないねんけどしゃあないなみたいな、もうバイデンさん今の社会にまあ気候が聞いとかなあかんけど、できるだけおだけりっていうのが菅さんの考えだと思います。で、まあ16日に会談して、17日あたりにコミュニケが出てくるんですけど、どういう内容になってるのかちょっと楽しみやなという感じでございますね。この時事.com のサイト貼っておきますんで、私は最初のちょろっとだけ読んだだけです。ご興味のある方はお読みください。はい、どうもありがとうございました。